集まれ動物の森、借金返済するまで生きて無人島から出られない壮絶サバイバル RTA、はぁ始まるよ。まず、ゲーム基本体の時間を、元日の4時50分に変更します。こうすることで、強引に誕生日の特典として、2000マイルももらえるようになり、あと3000マイル貯めるだけのクソザコサバイバルとかします。タイマーは、ユーザーを選択した瞬間に開始します。いつもマリオワールドの RTA ばっかりやってる私ですが、なぜ急に最新ゲームの RTA を始めたかというと、動物の森新作出るから悪しろよ。動物の森から逃げるな。あと、マリオワールドからも逃げるな。タヌキチかわいいから悪見せろ。あら減ったからアンパンよこせ。何か面白いこと言え。ムーケちゃんかわいい。つまらないからもう逃げるな。やれよ、ほら。早くやるんだよ。という視聴者からの声に応えるべく、集まれ動物の森発売日の深夜0時に生放送をして、今回の記録が出たのでゆっくり解説動画にしてみました。すいません、これで許してください。何でもしますから。ちなみに、動物の森シリーズは、今作が初プレイとなります。名前は、入力速度を考慮して、誕生日は、元日にします。これで、先ほど解説した誕生日ボーナスの2000マイルを、強奪できるようになります。このゲームの RTA は、ハイスピードスローライフともてはやされておりますが、実際のところは、無人島という閉鎖空間で行われる、シノバトルロワイヤルです。どのサバイバーがいち早く借金を全額返済し、この地獄から生きて帰還するのか。この RTA は、遊びではなく、命を懸けたサバイバー同士の、壮絶な騙し合い、殺し合いの、サバイバルデスマッチです。ゲームは遊びじゃねえんだよという言葉が、これほどにまでマッチするゲームは、他になく、まさに完全無欠の一作と言えるでしょう。マップは、目的地のこのハマークが、空港から一番近いものを選びましょう。ちなみに今更ですが、メッセージは B で早送り、A で次のメッセージに行くので、B を押しながら A を連打することで、メッセージを早く飛ばせるのでうま味です。また、このゲームは、マップ読み込みやシーン切り替えのローディングがクッソ長いので、本動画では、倍速を多用しております。あらかじめご承知おきください。ここブラザーズインアームス感があって好き。忘れてはならないのは、この RTA は、RTA という次元を超えたサバイバルデスマッチ。生きて帰りたくば、勝つしかありません。オープニングムービーは、プラスボタンでスキップします。加速。大型貨物飛行機に乗った地に植えたサバイバーたちがやって参りました。どのサバイバーが、いち早くビクロイという名の借金全額返済を成し遂げるのか。すでに戦いは始まっております。自分が最強だと信じてやまない、畜生どもによる乱舞、これから起こりうる凄惨な戦争を前に、嫌がおうでも緊張が高ぶってきます。敵は、黄色い猫と、赤茶色のカバ。なるほど。自身を獣人と化すことで、相手を威嚇する。このサバイバルデスマッチにおいて最も重要なことは、相手に舐められないこと。どんな手を使おうとも、最後に生き残るのは俺だという、強い決意を感じます。タヌキチに話しかけたら、B を押しながら A を連打して、早くメッセージを飛ばしていきます。敵が獣人化という卑怯な手を使うのならば、こっちだってメッセージを早く飛ばすという姑息な手を使うしかありません。まずは、タヌキチの両隣にいる、小タヌキの、豆吉、か、粒吉、の、どちらかに話しかけて、点灯をもらいます。サバイバルデスマッチにおける鉄則は、まずは、体力的にも精神的にも、自分の安全地帯の確保に他なりません。借金返済へのスケジューリング、アクション、敵陣地のモニタリング、そして、勝利への攻防、すべては自分の陣地の確保から始まると言っても過言ではないでしょう。おい、ちょっとふざけんなよお前。すべては自分の陣地の確保から始まると言っても過言ではないでしょう。最速で点灯を受けないマップというクソ運を引いてしまいましたが、敵に舐められないためにも、切り替えていくしかありません。点灯設置したら、即座にタヌキチに話しかけに行きます。そして、同じく自身の陣地を設置するために、各地に散った敵を見つけるという、凄惨なスニーキングバトルの幕開けでございます。まずは、マップ左下に向かい、ぐるっと時計回りを描いて、敵を捜索します。すでに敵の術中にはまってしまっているのか。完璧なスニーキング。影も形もありません。樹木さえも敵に見えます。手榴弾が埋まっているのか。迂闊に手を出せば、この島もろともこっぱみじんにしてやる、そんな強い決意を書きました。お前さー一人見つけるのに、かなりの時間を費やしてしまいました。
敵はまだ、地震の戦闘、ここに置くべきか、迷っているようです。ここは一時休戦し、A ボタン連打で、敵の戦闘ここに設置し、フォローしてあげましょう。戦場で生まれた友情は、仮に偽りだと分かっていても、共闘して他の敵を蹂躙するのに、うってつけな策略となること、間違いあり。2体目の黄色い猫も発見しました。さあ初のバトルとなるのか？黄色い猫 VS 少女。バトルは、オーラの総量では決まらない。相手のオーラに蹴押され逃げた時点で失格。それはつまり、敗北者以下を意味します。この猫に舐められないためにも、猫の点灯ここに置く手助けをしてあげましょう。そうすることで、この女に狩りを作ってしまった、という、後ろめたさを与えることができ、精神的なダメージは計り知れません。まずは、ジャブといったところでしょうか。敵二人に狩りを作ることで、俺の方がお前らより格上だ。俺は S 級だ、A 級風情がシャシャリ出てくるな、シャバ像が。という、精神的優位なポジションを取ることに成功しました。凄惨なスニーキングバトルの後は、なんと、キャンプファイヤーを行うようになります。速攻でタヌキチに話しかけて、キャンプファイヤーの材料の、木の枝を10本、木の実を6個拾ってくるという、ミッションインポッシブルの幕開けです。キャンプファイヤーで親睦を深めようと歌っているようですが、実のところ、闇に乗じていつでもお前をやれるんだぞ、という、下克上宣言でしょうか。これはしてやられました。先ほど、精神的優位に立ったせいで、隙が生まれ、そこを見事に疲れてしまいました。さすがは百戦錬磨のサバイバーたちです。ノーアルタカは爪を隠す。先に手を出した方が負け。ものの見事にあの獣人どもから、ノールックカウンターを食らってしまいました。今は現状を嘆いても仕方がありません。この、心にぽっかり開いてしまった穴は、キャツラの敗北で埋めることにしましょう。さあ、あとは木の枝を3本拾えば、ミッションコンプリートです。本当は、マップ左側で全ての材料をコンプしたかったのですが、相手は無人島という大自然の乱数。とても人間が同行できるレベルではありません。木の枝10本、木の実6個揃ったので、タヌキチに話しかけて、地獄のキャンプファイヤーの幕開けと参りましょう。今遠回りしてしまったのは余裕の表れか？それとも、深夜0時を超えて生放送してて、ただシンプルに眠くてミスってしまったのか？真相は、神の溝知るといったところでしょうか。さっきから赤茶色のカバがこっちをチラチラ見ている。闇に乗じてやるための間合いでも、確認しているのでしょうか。そうはいかない。百戦錬磨なのはこちらも同じ。命の砂時計が全て落ち切る前に、覚悟を決めておかなければなりません。火が灯りました。闇に乗じてやり合うのはまだ早いのか？牽制し合う三人のサバイバーたちに、待ったをかけるタヌキチ。サバイバーたちの間には、微妙な間合いが空いております。この暗闇の緊張感は、さらに加速していくようです。なんとここで、無人島に名前を付けようと提案するタヌキチ。おい、これ！入力速度を考慮しても、緊張で、A と B ボタンを押し間違えては、意味がありません。いかに百戦錬磨の少女といえど、さすがに心身ともに疲弊してきたのでしょうか。無人島の名前は、少女が提案した、あ、に決定するようです。最初のサバイバルでは、少女の名前は、野獣。島の名前は、ホモ。としていましたが、さすがは百戦錬磨の少女。2回目から、見事に入力速度を修正してきました。なんという幸運か、少女が、この地獄の無人島の代表に選ばれました。先ほど先手を打って、精神的優位なのはこの俺だ、シャシャリ出てくるなこのシャバ像が、と、顔で脅しをかけておいたのが、ついにここで実を結びました。キャンプファイヤーも佳境に差し掛かり、そろそろ物語が動き出しそうです。おっと最初に行動したのは少女。さすがは、地獄の砂付近という異名を持つ魔性の女、見事な第一歩でございます。どうやら、自分の陣地へ帰り、身を隠すつもりのようです。サバイバルに必勝法があるとするならば、それはまさしく、最後まで精神を研ぎ澄ますことに、他なりません。そのためには、一時撤退も厭わない。この少女、離れしすぎている。今まで一体何人殺してきたのか。ベッドは入り口に置いた方が早いですが、律儀に、コーナーに置いてしまいました。速さよりも、生活スペースの方が重要。この少女、隙があるようで隙がない。
地獄の砂付近の異名は、プライベートでも健在しているといったところでしょうか。再度牙を研ぐため、一時就寝します。朝までぐっすり眠ってしまいました。ここに来て痛恨のミス。闇に乗じてやってしまおうという作戦が、水の泡と化しました。しかし、忘れてはいないだろうか。このサバイバルを始める前に、スイッチゲーム基本体の時間を、元日の朝4時50分に変更したことを。今の時間は、朝5時。そう。この少女、誕生日を迎え、一つ大人の階段を登ってしまいました。つまり、誕生日特典の、2000マイルを、騙し取ることが可能となります。さらに追い打ちをかけるように、タヌキチが少女にスマホをプレゼント。これで、敵の位置も、すぐ、把握することができ。達成したミッションがあれば、その報酬を、すぐその場で受け取ることが、可能となります。すべては少女のシナリオ通り、今までも、これからも、敵もタヌキチも、最初から少女の手のひらで踊らされていた、マリオネットだったのでしょうか。これまでかかった予費と経費として、49,800 ベルを、要求してきた、ゲスタヌキですが、マイレージで大丈夫と、恩赦を与えるタヌキ。しかもたったの、5000マイレージ。このタヌキと少女は、初めからグルだったのではないか？話がうまくできすぎている。脳みそまで獣なのでしょうか？勝てさえすれば何をやってもいいのか？哀れな畜生どもの、末路といったところでしょうか？借金返済サバイバルデスマッチも、ついに終盤を迎えました。その先に待っているのは、天国かそれとも地獄か。申し遅れましたが、解説は、私、泥酔がお送りいたします。よろしくお願いします。加速。殺意がうごめく地獄の無人島にも、母なる太陽は、我々を平等に照らす。明けない夜はありません。時は、一歩、また一歩、と、静かに動き出します。朝っぱらから大音量で自己顕示欲を垂れ流したぬき。ここが無法地帯でよかった。もしここに法があるならば、すでにこのタヌキはこの世にはいないでしょう。静寂を切り開くのはどのサバイバーなのか。目が離せません。おっとまたしても少女が先陣を切る、ポストから二つ目のプレゼントを受け取ります。そのままでは無価値なのですぐ開封しましょう。中身は家具の任天堂スイッチ、約7000ベルもの代物です。掲示板に落書きします。これもマイルを貯めるための必須行為。致し方ないのです。即座に本丸の緑のテントへ向かいます。借金返済サバイバルデスマッチもついに9回の裏、勝利の方程式、天下の JFK がここで見られるのか、目が離せません。タヌキチと少女による密談。獣同士通ずるものがあるのでしょうか、勝つために全てをさらけ出すその姿は、まさに野獣。ここでアイテムから任天堂スイッチを開封。これを忘れたら敗北決定。ギリギリのところで踏ん張る少女であります。ここで豆吉に話しかけて、ショップを開放しておきます。皆さんはもう気づいているだろうか。掲示板への落書き、開放したショップでの売買。すべてマイルを貯めることにつながっていたことを。すぐに豆吉に話しかけて、任天堂スイッチを転売する少女。その手際の良さは、プロのそれに他なりません。俺はゲーム機なんて必要ねえんだよ。欲しいのは勝利のみ。この少女。見た目は可憐な少女ですが、中身はただの野獣。転売レベルを稼ぎ、即座に安い商品を買います。これで、ショップの売買でもらえるマイルはすべて達成しました。もうこの豆吉には用はありません。この少女、勝利への一挙手一投足が、まさにイブシギン。即座に左下の端末、通称、タヌポートを調べます。これを使って通販ができ、もちろん、マイルも貯めることができます。さっきからこの空間から一歩も出ていないが、すべてここでこと足りてしまっている。サバイバルデスマッチとは一体何だったのか、逆に目が離せません。タヌポートのログインボーナスの、50マイルを受け取り、何でもいいので、一つ商品を購入します。おーっと普通にショッピング。一番上のを一つ買えばいいだけなのに、この少女、普通にショッピングを楽しんでおります。RTA を舐めているんでしょうか。即座にスマホのカメラを起動し、パシャリ。こうやってスマホのアプリを使用するだけで、マイルが貯まります。ゲームの中でもスマホ中毒。香川県は煽る任天堂であります。手際よく次はマイデザインを新規作成。これでマイルゲットであります。なぜ今名前決定をためらったのでしょうか。タイムより大事なものがあったのか。
だとすれば愚かな行いとしか言えないでしょう。お次はパスポートの肩書きを変更します。これで、5000マイルをゲットする準備が整いました。これから、達成報酬として解放したマイルを、一気に回収していきます。即座にスマホからタヌキマイレージを起動。このアプリから、達成報酬のマイルを一気に受け取り、ノンストップでゴールまで駆け抜けていきます。まずは、ライトを特典として500マイルゲット。これはデフォルトでもらえるため、実際には2500マイル貯めるだけ、なんというぬるゲー。思い出を写真に残そう、300マイルゲット。パスポートの更新も忘れなく、実は肩書きを更新しただけ、300マイルゲット。タヌポートで通販三昧、普通にショッピングを楽しむ、300マイルゲット。つぶ吉のショップで何かを買うだけ、300マイルゲット。つぶ吉のショップでせっかくもらった任天堂スイッチを売る、300マイルゲット。つぶ吉のショップでスイッチを売ってゴミを買っただけで経済循環と褒められる、300マイルゲット。掲示板に落書きしただけでインフルエンサー認定される、300マイルゲット。誕生日を偽り、スイッチ本体時間を操作し、不正にバースデー特典を受け取る、2000マイルゲット。赤ペンでちょんと一マス色を塗っただけのマイデザイン、500マイルゲット。以上、必要な5000マイルを超えて、合計5150マイルゲットしたので、速攻でタヌキに納金しに参上します。移住費用のことを選択したら、あとは、B ボタンを押しながら、A ボタンを連打するだけであります。最後に、タヌキの今の会話の最後のセリフ、それじゃ、今後とも無人島生活を楽しんでちょうだい、が、表示されきったら、タイマーストップであります。そこまでは、B ボタンを押しながら A ボタンを連打するのみ、連打すげー。ということで、記録は、16分44秒20でした。クライマックスとは、横暴にして劇的に起こり、最後は儚く散りとかすものであります。さて、地獄のサバイバルデスマッチ、百戦錬磨のサバイバーたちをなぎ払い、栄光を勝ち取った少女が、最後に、完走した感想を述べるようです。楽しかった、ほなみかん。ご視聴ありがとうございました。